回のタイトルは、ディープフェイクを阻止する生成的 AI 証明型電子透かしを提唱です。ぜひ最後までお付き合いください。 IOG の最高経営責任者であるチャールズ・ホスキンソン氏は、 AI ディープフェイクの出現により、私たちが見聞きするものすべてが詐欺であると思い込まざるを得なくなるだろうと述べました。 AI ディープフェイクで本物と見分けがつかなくなる。最近の AMA でホスキンソン氏は、ビジュアルコンテンツを認証するためのブロックチェーンテクノロジーの使用について質問されました。これに対し同氏は、検証システムが必要であると認めました。同氏はさらに、今後12から24ヶ月以内に AI 技術の急速な進歩により、ディープフェイクのビデオや音声が現実のものと区別できなくなるだろうと述べました。それに伴い、現在広まっている慣習的な百聞は一見にしかずという考え方から、全てが偽物であるとする考え方へと徐々に変化していくとのことです。続けて同氏は、国民国家が二極化の手段としてディープフェイクを作成配布することを伴う、この技術の宣伝的な使用について語りました。ホスキンソン氏は、これに対抗する方法はブロックチェーンの普遍特性を利用して、画像のキャプチャからアップロードまでの検証可能な証拠の連鎖を保存することであると提案しました。これをホスキンソン氏は、生成的 AI 証明型電子透かしと呼びました。この状況から抜け出す唯一の方法は、検証された情報と検証されたコンテンツを用意することです。したがって、作成時に NFT を作成して署名し、それが正規のデバイスで作成されたことを示す一連の証拠を用意する必要があります。ディープフェイクに対抗するためのその他のアプローチ。ギズモードは、ディープフェイク検出技術はチャット GPT が開始されるずっと前から開発されていたと指摘しました。しかし最近その仕様が普及しているため、タスクに適した検出ソリューションを見つけることが緊急性を増しています。ホスキンソン氏は、ブロックチェーンベースのコンテンツ追跡可能性モデルについて語りましたが、オクティックやフェイクキャッチなどの企業はオーディオおよびビジュアルレベルで AI の関与を特定することに重点を置いています。同様にフィクティシウス .ai はブロックチェーンによらないアプローチを採用していますが、これは文章コンテンツに関するものです。 Google の元トラスト&セーフティリードであるアルジュン・ナラヤン氏は、検出システムはある程度の成果を上げているものの、この技術がディープフェイクに追いついているのではないかと疑っていると述べました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。